はい、こんにちは。ただの草くん。どうもどうも。お久しぶりです。久しぶりです。なんか前にやって、もう千人切りは実は僕は倒してしまったらしいんですけど、しょうがない。じゃあせっかく来てくれたからもう一回やりましょう。はい。ただの草くんはどっから来てるんですか？今は、寄居町の方に。ああ、寄居の方なんだ。それで車買ったんで、せっかくなんで。そうなの？来ました。車で来た。はい。車買ったとかすごい。でも1時間ぐらいかかった？そうですね、大体1時間ぐらい、うん、そうだよね、ちょっと混んでるもんね。途中ちょっと迷ったりしたんですけど。ああ、そっかそっかそっか。わかりました。じゃあもうしょっちゅう来れるね、車買ったら。そうですね。よし、じゃあまあとりあえずやりましょう。はい、はい、お願いします。最初はグー、じゃんけんほい、負けた。先行もらいます。はい、お願いします。ロマノフ2世終了です。ロマノフ2世、知ってる。ドロー。じゃあブラック V を置いてターンエンド、はい、やばいじゃん、それ知ってるよ俺。ロマノフワンショットだ。チェンジザを置いて、はい、2マナでエマージェンシータイプ、はいよ、2枚引いて、うん、じゃあスペルサイクリカこっちに置いて終了です、うん、はい、じゃあ置きます。ドロー。ということはもうもたもたしていられない。赤と黒の2マナ、バクマルくん、はい、でターンエンド。はい、じゃあタップして、はい、ドローもいます。エマージェンシータイプも、はい、3マナでじゃあサイバーチューンで、はい、3枚引いて、うん、これ何枚溜まったらやばいんだっけ。いや、5枚。そういうことない、そういうデッキではない、そういうことはないの。じゃあスペルサイクリカとサイバーチューンを置いて、うん、はい、じゃあターン終了します。はい、じゃあ置きます。いや、ドロー。じゃあ1個置いて、3マナ、赤と黒の3マナ、ビーストライフ、スピードアタッカーです、うん、今どんどんやろう。アタック、はい、もらいます。はい、何もないです。じゃあバクマル君でもう1枚、はい、はい、何もない。じゃあターンエンドです。はい、じゃあアンタップして、はい、ドローンがいます。あら、じゃあボルムスドラゲリオンを置いて、はい、あまり墓地が強くない。よしよしよし、じゃあ今のうちだ。一応じゃあ4マナで逆立ち打ちます。はい、で終了です。坂崎、はい、坂崎ってなんだっけ、呪文、はい、呪文です。相手は、うん、自分のターンの始めまで相手は各ターン一度しかクリーチャーをアタックできない。一度しかアタックできない、はい、あ、そうなの、はい、じゃあもう2人出てるけど1人しか打てないのね。そうですね。なんてこった。ドロー。じゃあね、もういいや、デスマーチ置いちゃえ。4マナ、はい、ブラック V 出した、はい、で、1人しか打てないの、はい、じゃあいいよ、じゃあブラック V で打つ、はい、で、1枚自分で選んで捨ててください。はい、じゃあアポロヌスドラゲリオン、はいよ、じゃあこれでアタック、はい、はい、何もないです。じゃあターンエンド、はい、打てなかったか。タップして、はい、ドローもらいます。うん、いけるかな、もういけるの。いや、サイバーチューンをチャージして、うん、小物で、はい、インフェルノサイン使います。インフェルノサイン、どんな人ですか。コスト7以下の進化ではないクリーチャーを1体自分のバトルゾーンに出すっていう効果です。へー、はいはいはい。で、何を出す。効果で、うん、じゃあスペルサイクリカ、あー出てきた、はい、でスペルサイクリカの効果で、うん、こっちからコスト7以下の呪文を、うん、唱えて手札に戻すという効果で、はい、じゃあインフェルノサイン、あ、また唱えたの、うん、そんで、でインフェルノサインの効果で、うん、じゃあ今度は竜相関チェンジザをバトルに出します。はいはいはい。でチェンジザの効果で2枚引いて、うん、引いて、そこでは詰まった詰まった。本当はこれでバーッと並ぶ予定だったの。そうですね。よし、じゃあチェンジザの効果で、うん、1枚捨てるんですが、うん、その効果でじゃあインフェルノサイン捨てます。はい、でインフェルノサインの効果で、うん、スペルサイクリカ、あー、はいはいはい、また出てくるんだ、はい、うん、スペルサイクリカの効果で、あー、スペルサイクリカの効果でじゃあサイバーチューン手札に加えて、はい、じゃあ3枚引きます。うむ、3枚引いて、じゃあロマノフ2世と、うん、ルギヌス捨てて、はい、ターンエンドです。
あ、打てないのね。打てないです。よし、じゃあ僕のターンに行く前に、今これ呪文で出てきた人がいるから、バックマ、あれ、ブラックアウト出します。大丈夫。起きます。そして、ドロー。して、もういいや、これ置いちゃう。なぜなら手札が1枚のこの555ブランドを出したいからだ。出した。よーし。そしてドロー。して。そうだよ、まだ俺出しただけだからこれ使えるじゃん。4マナ。で、骨炎火置く。はい。3枚落とす。1、2、3。うーわー、じゃあまあ、ヘルミッションもらっときます。はい。そして撃てる人は、この全員だよね。ブロッカーはいない。ブロッカーはいないです。あ、本当に。じゃあいいや。じゃあこれで普通にダブルブレイク。はい、じゃあもらいます。はい、何もないです。何もない。じゃあこれでダイレクトアタックです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よっしゃー、ありがとうございます。よし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 これ、ロマノフワンショットってやつじゃないの？違う、ロマン…ちょっと違うんだ。そうですね、ロマノフでこれを、これが主役なんだ。これが主役の。はい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 。なんていうデッキですか？なんなんですかね、これ多分アポロヌスドラゲリオンでたい。アポロヌスドラゲリオンしたかね。はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあ、以後ゆっくり遊んでてください。はい、ありがとうございます。ブックアイランドジュニア入間店は、埼玉県入間市にあるカードショップです。ブックアイランドでは、YouTuber を全面的に応援しております。店内での撮影はもちろん OK。Wi-Fi も開放しております。充電も可能です。YouTube に動画を出してみたい方、ぜひご来店お願いします。スタートをぜひ応援させてください。